サッカーにおいてインビンシブルズは無敗優勝を達成したチームの称号としてよく使われる言葉である。口述の通りインビンシブルズと呼ばれたチームは歴史上複数存在するが一般的にはアーセンベンゲル監督の指揮の下、2003から04シーズンにプレミアリーグ無敗優勝を達成したアーセナル FC を指すことが多い。歴史上 最初にインビンシブルズの称号を手に入れたのは、ウィリアム・ソテル監督指揮する、プレストン・ノース・エンド・ FC である。プレストンは1888から89シーズンのフットボールリーグ及び FA カップで、無敗優勝を達成した。なお無敗でのダブル達成は長らくこの一例のみで、あったが、2016から17シーズンに、セルティックが無敗でのトレブルを達成した。 リーグ戦22試合では18勝4分け、カップ戦では5戦全勝。無敗記録は翌1889から90シーズンまで継続し、2戦目のアストンビラ FC 戦で3から5で、破れストップした。2008年、クラブはホームスタジアムにインビンシブルズ・パビリオンと名付けられた5000人収容の新スタンドを建設した。 1889年の FA カップ決勝戦、ウルバーハンプトンワンダラーズ FC 戦に出場したメンバーは以下の通り、フットボールリーグ FA カップ2003から04、シーズンの無敗優勝達成を称え特別に制作された黄金の優勝トロフィー2002年5月、アーセナル FC は、プレミアリーグの試合で、マンチェスターユナイテッド FC に勝利し、プレストンの連続無敗記録に並んだ。 翌2002-03シーズンも好調を維持し、開幕戦のリーズユナイテッド AFC 戦で、リーグ新記録となる47試合連続得点と、アウェーでの22試合連続無敗を達成した。2002年10月、アーセナルは、エバートン FC に破れ無敗記録はストップした。2003年3月まで、リーグ首位を走っていたが、最終的に、 マンチェスター・ユナイテッド・ FC に逆転され優勝をさらわれた。2003から04シーズン前、ロマン・アブラモビッチを新オーナーに迎えた、チェルシー・ FC や前年度リーグ王者のマンチェスター・ユナイテッド・ FC と比べ、アーセナルは新スタジアム建設に伴う財政的な制約から、比較的静かなオフを過ごした。ゴールキーパーのイエンス・レーマンを獲得した以外は、アカデミーから、 ガエル・クリシーとフィリップ・センデロスをトップチームに昇格させるに止まり、冬のウィンドウでもホセ・アントニオ・レジェスを獲得したのみだった。2003 0 4シーズン、プレミアリーグ38試合を26勝12分で終え、プレストン以来となる無敗優勝を達成した。この38試合の中には、いわゆるオールド・トラフ・フォードの戦いも含まれている。2004年4月に開催された。 トッテナムホットスパー FC とのノースロンドンダービーで引き分けたことで優勝が確定した。プレストンとは違って、カップ戦では無敗を継続できず、フットボールリーグカップは準決勝でミドルズブラ FC に敗れ、FA カップは同じく準決勝でマンチェスターユナイテッド FC に敗れた。UEFA チャンピオンズリーグは準々決勝でチェルシーに敗れた。 2003から04シーズンの無敗優勝達成を称え、特別に黄金の優勝トロフィーが贈られた。2004 0 5シーズン、ミドルズブラ FC 戦に勝利したことで、ノッティンガム・フォレスト FC が所持していた42試合の無敗記録に並んだ。そして、次節のブラックバンド・オーバーズ FC に勝利したことで、記録を更新した。最終的に49試合まで無敗記録を伸ばしたが、 50戦目のマンチェスター・ユナイテッド FC 戦に敗れストップした。パトリック・ビエラ、デニス・ベルカンプ、マーティン・キーウォン、レイ・パーラーの4名は1997から98シーズンのダブル達成時も在籍していた。右サイドバック及び守備的ミッドフィールダーが、本職のコロトゥーレは、ソル・キャンベルとセンターバックのコンビを組んだ。ローレン・エタメ・マイヤーは、マヨルカではミッドフィールダーでプレーしていたが、 アーセナル遺跡後ミにサイドバックにポジションを移した。左サイドバックはアカデミー育ちの新鋭アシュリー・コールが抜擢された。中盤はジューベルト・シューバがキャプテンのビエラとコンビを組み、フレドリック・ユングベルト・ロベール・ピレッスがサイドを担当した。攻撃の中核はティエリ・アンリが担い、ベルカンプがサポート役に回った。フォーメーションはアンリとベルカンプが ツートップを組む4から4から2、または縦並びになる4から4から1から1。ジャーナリストのマイケル・コックスは、このチームの強みは、左サイドの攻撃にあり、このためマークが薄くなる、右サイドでは、ローレンやリュングベリがスペースを見つけクロスを送ることが、できた。また、カウンター攻撃に長けており、トッテナム戦やリーズ戦に、それがよく現れている。と分析している。 2016-17シーズン、ブレンダン・ロジャース監督率いるセルティック FC は、スコティッシュ・プレミアリーグ及びスコティッシュ・カップ、スコティッシュ・リーグ・カップにおいて47試合連続無敗記録を打ち立てた。2016年9月のインバネス・カレドニアン失する FC 戦に引き分けた以外は全勝というとてつもないペースで勝ち点を積み重ねると、 カップ戦でも好調を維持し2016年11月27日のリーグカップ決勝でアバディーン FC を下しクラブ100個目のトロフィーを獲得した。無敗を継続したまま2017年を迎え2月5日のセントジョンストン FC 戦に勝利したことでリーグ戦19連勝を達成。2位アバディーンとの勝ち点差は27ポイントに達した。 連勝記録は3月のレンジャーズ FC と引き分けたことで22でストップしたが、無敗は継続し2017年4月2日に8試合を残してのリーグ優勝が決まった。最終的に勝ち点106ポイント、2位との差30ポイントという圧倒的な強さで1899年にレンジャーズ FC が達成しして以来となる無敗優勝を果たした。さらに、 リーグ最終節から6日後に行われたスコティッシュカップ決勝でも勝利し、無敗での国内参冠という前代未聞の偉業を達成した。2017から18シーズンも無敗を継続したが、70試合目となる12月17日のハートオブミドロシアン FC 戦で実に約1年半ぶりに敗北、無敗記録は69でストップした。 ファビオ・カペッド監督率いる AC ・ミランは1991-92シーズンのセリエ A34 試合を無敗で制覇した。また1991年から1993年までリーグ戦での無敗記録は58試合に達した。アントニオ・コンテ監督率いるユベントス FC は2011から12シーズンのセリエ A において無敗優勝を達成した。 また2011年から2013年まで、トータルでは49試合無敗を記録した。ありがとうございます。